バイデン政権になってから米国の国際的な影響力がみるみる低下している。アフガンから始まり、北朝鮮、ウクライナ、そして中東という具合に外交政策が軒並み失敗し、その後中国が勢力拡大して漁夫の利を得ている状況。これでは台湾問題も先が思いやられる。共同通信の記事から。ロシアが侵攻したウクライナの戦場で中国製弾薬の使用を米政府が確認したことが2023年3月18日分かった。ロシア側が使用したと見ている。米政府当局者が明らかにした。中国が供与したのかなど入手経路は不明。中国製を使用する第三国経由の可能性もあり、米政府は分析を進める。供与していた場合は対抗措置を取る構えで、米中対立の一層の先鋭化につながる恐れもある。ウクライナ東部の戦闘が激化する中、ロシア軍や民間軍事会社ワグネルの弾薬不足が指摘されており、中国製で補填したとみられる。米政府は弾薬の材質などを分析して製造国を特定し、関係国に機密情報として通知した。当局者は弾薬の種類は明かさなかった。中国政府はウクライナ侵攻で中立を主張し、武器供与も否定している。中国と関係を強化するベラルーシ経由でロシア側に中国製武器が渡る可能性も指摘されている。バイデン米大統領は中国の習近平国家主席とのこれまでの会談で、ロシアへの軍事支援を実行すれば深刻な結果が待っていると警告している。以上が記事の内容。ここからは試験になる。ロシアがウクライナで中国製弾薬を使用したという報道は、米中対立の新たな火種になり得る重大な事態である。中国がロシアに武器や弾薬を供与しているとすれば、ウクライナ侵攻を暗に支持していることになり、国際社会からの非難を浴び、制裁の対象となるだろう。しかし、中国製弾薬の入手経路は不明であり、第三国経由でロシアに渡った可能性も否定できない。例えば、ベラルーシは中国と関係を強化しており、ロシアへの兵器提供も行っている可能性が指摘されている。このようなルートがある限り、中国政府はそれを理由に直接的な関与を否定する可能性が高い。中国は先般、ウクライナ戦争において客観的で公正な立場で仲裁を申し出たと胸を張るが、その裏で侵略を行った側であるロシアへ弾薬を供給していたとなれば、完全な矛盾であり、常任理事国としてあまりに無責任で非人道的であると言えよう。ロシア軍に弾薬が不足している状況は昨週あたりから言われており、もし中国の関与が確定すれば、習近平政権の平和案の実現性は一気に遠のくことになる。いずれにせよ、これが事実であるならば、米国とすれば先般の米中首脳会談でのレッドラインを中国が超えたことにもなり、ますます対抗措置が先鋭化されるだろう。習近平のロシア訪問に合わせるようなタイミングで、中国製武器、弾薬のロシアへ供給について発表したのは計画的であった可能性は否定できない。プーチンへの逮捕状発行も同様であろう。さらには、サウジアラビアとイランの和平に続いて、ウクライナ停戦交渉が中国の仲介で実現するのは、欧米にとっては最悪のシナリオと言っていい。もはや、この戦争は単にウクライナとロシアだけの問題ではなく、壮大な東西の代理戦争の様相となってしまっている。アメリカ、ロシア、中国の間にある
利害関係のバランスや裏の顔には一般人にはわからない面があるだろう。仮に中国政府が黙認しているんだとした場合、中国を名指しで批判することは良策なのだろうか。中国がロシア側へ加担することがないとの前提なら思いっきり批判すべきだが、台湾を取るために関係しているならばよく考えないと相手の術中にはまるだろう。あらゆる交渉が泥沼化し対戦に発展すれば、確実に火の粉をかぶり戦場になる可能性の高い日本としては、大国同士の挑発合戦にならないようアメリカと中国には冷静に理性的に物事を運んでもらいたい。また日本政府も慎重な発言や外交を心がけて判断を誤らないようにしていただきたいものである。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、北朝鮮製と中国製、お前ならどっち使う、ロシアは選べるほど余裕あるんか、なんとなくだが北朝鮮製の方が故障率は低そう、そもそも中国は供与するようなことを示唆してただろう、みな分かってただろう、中国は世界の敵、ロシア中国が世界牛耳ったら日本なんか植民地扱いされるぞ、外堀埋めてきたな、中国を潰すための大義名分が欲しいんだろう、今回は本気で潰しにかかるだろうし、中ロ、イラン、軍事演習の時にでも渡したんでしょ、西側兵器がウクライナ経由で中国に流れてないかも調べた方がいい。中国はレッドラインを越えた。中国製の武器弾薬備蓄してる国あるしな。その中にロシアに売る国があっても不思議ではない。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。